どうも、源健太郎です。今日は前回お話しした、まあ、辞める辞めないみたいな、まあ、話とちょっとリンクするんですけど、アイドルをやってる子が辞めますみたいな時にこう僕が思うことみたいなのをちょっと話したいと思います。というわけで、地下アイドルで生きていく源健太郎の YouTube チャンネル、今日も最後までよろしくお願いします。まあ、アイドルだけじゃないんですけど、例えば政治家とかでもよくある責任を取ってやりますみたいな感じの言葉よく聞くじゃないですか。まあ、本当ニュースで、ね、政治家の人が責任を取ってやりますみたいなのすごい聞くと思うんですけど、アイドルみたいな仕事を僕もしてたり、こういろいろ今までね、もう十何年の中でこう やめる時のこう言葉として、なんかこれ以上迷惑かけたくないので辞めますみたいな、だから感じのよく聞くじゃないですか。あれ、俺と今喋りながら思ったけど、この話もしかしたら過去の僕の YouTube 動画でしてるような気もするんですけど、まあなんか僕たまたま最近それをまた思ったんで、ちょっとせっかくなんでちょっと手短に喋りたいと思うんですけど、僕は基本的に辞める時に本当に自分が迷惑かけたりとか、例えばこう失敗をして責任を取り上げますっていうような状況になったんだったら、本来なら辞めたらチャラじゃないですか。だって人に迷惑だけかけて辞めてチャラですよ、ね、そんなん甘いなと僕は思うんですよ、僕は、そもそもが何人に迷惑をかけたり何か不祥事をしてそれを償わなきゃいけないという気持ちがその人にあるならば、と続行するべきだと思ってるんですよね、僕は基本的に、辞めてチャラにしようとしてるのはその本人がむしろ得しちゃうって思ってるタイプ、で迷惑被害を受けた人への償わなきゃいけないの、なんでやっぱり辞めてチャラになって解放されたら、辞めた人がただ得するだけで与えた損害は変わってないと思うんですよ。だから僕はやっぱりそういう言葉で辞める人っていうのは嘘つきだと思ってます。だからもしかしたら政治家もそうかもしれない、そういった例えばある会社の経営者の人とかが辞任しますので責任取り合わせやろう、そうかもしれない。だからアイドルみたいな子がそういう言葉を使った場合、ただファンの皆さんに迷惑かけて責任取り合わせますとか、事務所に迷惑かけて責任取り合わせますとか、これ以上私が続けれてもグループに迷惑かかるだけだ、みんなに迷惑かかるだけだって言って辞める人は嘘つきなんじゃないかなと僕は思ってるんですよ、なんでやっぱり本当に迷惑かけたと思っている人だったら、やっぱり僕は償うと思うん で、それはどういうことかというと、僕は続行だと思います、で続行ではなくても何らかの形でその例えば事務所だったり会社に関わり続けること、でそれによって罪を償っていく、当然だけど金銭的な損失を例えば事務所だったりグループだったり、例えばそれによる例えばイメージ的な被害をそのグループだったり他の仲間の所属タレントたちに与えたんであったら、それを回復する作業っていうのをその残ったものだけで事務所やその残った所属タレントに全部押し付けて自分は消えてチャラにするんじゃなくて、自分も続行した上でそれを回復していくべきじゃないかなと思うんですよね。現実的ではないけど、当然だけど金銭的な損害を与えてしまったならば、それを返していくために当然だけど無償で奉仕をしていくようなことだって当然やっていくことで、本当の意味でその金銭的な損失をお返しして、迷惑かけてすいませんでしたでやっと償いが終わると思うんですよね。まあ借金、そうじゃない、人から借りたお金をそのまま返さなくてチャラにするっていうのは悪いことじゃないですか、基本的には。だからそれをこう少しずつでもこう返していく、ね、だそのためには続けなきゃいけないみたいなね、ことだと思うんですけど、なんで、僕が言いたいのただそれだけなんだよ、ね、もう言いたいこと言ったから今、責任を取るためにとか、なんか周りの人に申し訳ないからやめますみたいなことを言う人はに自分が逃げてチャラにしたいだけだから、僕は頭を下げてなおかつそこから続ける人の方がいい、ね、やっぱり続けるべきだと思うし、もし、うちの所属タレントが、そんなことを考えようもんなら、そんな言葉を言うようもんなら、それは本当ならそれは今やめるべきだと、いうふうなことを教えなきゃいけないなというふうに思ったっていう
話です。まあそれはいや、たまたまだけど、多分ツイッターで見たんだろうな、多分俺そういう風なリリースでやめますみたいなやつを、まあ、もしかしたらなんか、うん、もしかしたらだけど、うん、そういうなんか申し訳ないからやめるっていうんだったら、むしろ申し訳ないからやめずに頑張って償います。うんうん、やっぱそうあるべきだと思います、うん、今日の動画はここまでです。もしよかったらチャンネル登録と高評価低評価お好きな方を押してください。ありがとうございました。